いしょ、毎度大きに不動産ですせ。今日はまさかの立地にまさかの設備があるらしい。どうやら事務所でも住居でも OK な物件みたいや。大阪天満宮とか天神橋筋商店街にもアクセス良くて、ザ・大阪という場所やで。こんなところにほんまに癖あり物件が。あったわ。てっぺん見えへん。テレビでも紹介されたちょっとした有名物件らしいで。お邪魔します。ひとまず階段で目的の部屋まで上がるで。ドアがものすごくオレンジ。ワンルームや聞いてたけど広そうな雰囲気。すでに気になるところが、向こうに見えるオレンジの扉はこのお部屋のトランクルームらしいで。それなりに広さがあって窓もついてる。風通しも調節できそう。階段で上がってきたわけやけど、玄関が2つ、むしろ向かって右側がメインっぽいで、押せそうなボタンが2つ、もしや。え、エレベーター。玄関直結のエレベーターがあるなんて入ってきた時は気づかんかったで。乗ってみるで。階段横にあったこのスペースはエレベーターホールやったんやな。でもオートロックのついた扉から入ってきたし、大きな木の扉は締め切りなんかもしれへん。エレベーター横の木の枠組みはシューズボックスとして使えそうやで。エレベーター降りたら木目の両開き扉が登場するで。洋服掛けと収納スペースを兼ねてるで、空間の使い方が上手やな。リビング見ていくで。クローゼットと隣り合っている位置には物置収納スペースがあるで。キッチンとリビングを隔ててるのはまさかのレンガやったな。システムキッチンではないものの、調理スペースと収納はバッチリや。おそらく冷蔵庫が来るからここは開かずの扉になりそうやな。ちなみにリビングは10畳を超えてるで。レンガもさることながらまさかの天井むき出しやったわ。天井は相当高く感じるで、こういうリノベ方法もあるんやな。窓も大きいし採光も良い感じやな。これは？ここでも小さな驚きが登場。キャスター付き3段の歩く収納屋で、はめ込むかどうかはあなた次第やな。レンガも正面から見るとデザインが凝られてるで。室内にはエアコンが1機とテレビ付きインターホンがついてるで。この向こうには温水洗浄便座付きのお手洗いに洗面台が登場。キャスター君の上には棚も設置されてるで。え、バルコニー行くのにこの扉っておかしくないか。そのまさかやったわ。露天風呂が出てきたで。こんな木風呂付きの物件があるとは知らんかった。夏は気持ちよくても冬は寒そうやな。大丈夫かな。なんと屋根付きやったわ。ということは露天風呂ではないのかもしれへんな。洗濯機置くのも外みたいやな。いかがやったでしょうか。トランクルーム、エレベーターで始まり、レンガの仕切りに木風呂付きのお部屋。二度とこんなお部屋には合わん気がするな。住みたい、面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録してってな。最後までどうもおおきに。